肉のお兄さんだよ。背中の筋肉、つまり背筋は大きく、僧帽筋、広背筋、脊柱起立筋の3つに分けられるんだ。トレーニング法としてまずはシーテッドローイングを紹介しよう。これは僧帽筋、広背筋、さらに大円筋、菱形筋と背中の筋肉をバランスよく鍛えることができるんだ。肩甲骨をギュッと寄せるイメージで引いて、肩甲骨を開いていくイメージでゆっくり戻す。体を前後に倒すと力が逃げてしまうから、背中の力で引っ張る感覚を覚えようね。1セット15回を目標に。器具を使わずに背筋を鍛える方法としては、バックエクステンションがあるよ。うつ伏せの状態から背筋を反らして上半身を伸ばす。背筋、体幹を鍛えられるおすすめのトレーニングだよ。背筋を鍛えれば猫背、肩こり、頭痛の改善や予防にもつながる。しっかり鍛えて前面の筋肉とバランス